どうも、ヌヌです。ヨッシークラフトワールド5号ランドチャレンジヨッシーパンチ、こちらやっていきたいと思います。破壊の限りを尽くすのか、ヨッシー。9000点以上で花3つ。ビッグヨッシーのパンチでたくさん壊そう。パンチはスティックを使って上でも下でも狙えるよ。B を貯めて離して必殺パンチ。下下下下下。あ、ジャンプもできるんだ。なんか頑張れゴエモンみたい。ゴエモンインパクト持ってるみたい。うわ、逃げられた。よっよっよっ、難しい。よっ、さっきの前走ってた車壊せなかったぞ。何点取れた ?6500。一個ももらえないじゃん。なかなか厳しいね。ちょっと今回女子チャレンジも、裏もあるんだ。ちょっと裏やってみよう。裏と表が追加されたからすごいな。チャージ。兵法に連れ去られてるぞ。お、ゲットできた。ジャブジャブジャブ。
2匹目。よし、3匹。よし、3分以内にクリア。 OK に花丸。でもちょっともう一回やろうかな。全然取れてなかったし。500点なんだあれ。あー、ミスになった。よっ。あー、あ、UFO は当たっちゃうとダメだね。難しい。8000。これ UFO の500点を1回しか逃せないんじゃないかな。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。
ここにあるんだよな、スイッチが。で、ワンワンの力を使っていかないとって取り忘れた。いや、これきついな。結構ね、これ何？ワンワンステージって難しいんですよ。ヨッシーアイランド、ワンの時もね、結構苦戦したんでね。すごいワンワンじゃないと移動ができないステージっていうのがあって、まあ、そこで、あ、1枚かなり苦労した思い出があります。メインストーリーじゃなかったと思うけどね、そのステージは。これはこっち行って、開けてもらわないといけないね。で、こっち行って卵を取りつつのこれ、あれ違う、これだ。で、ここで羊を卵で打ち取って、ここだね。ゴール。全然フラワー取れてない。まあ多分このマップのステージクリア後に、何？ちっちゃいのがいる。どうしよう。探しに行く？え、逆パターン？いや、テープ貼ってあるの見えてるよ。ポポッチに触れると連れていけるよ。ん？どこにいるんだ？痛い。奥にいる。おー、どうやっていくんだ？こっち。あと2匹。制限時間があるわけじゃないけど、タイムアタックみたいになってるんだね。ここ入れない。だからここがある。よし。てか、クリアしたコースはそのまま逆走するパターンってないよね。ポポッチー中間地点。あそこにいるんだけど。
もう一匹どこにいるんだろうな。よし。これは降りてこっちから撃つんだろうな。狙えないよねそれじゃ。3匹集めたよ。今こぼし投げなかった？思いっきり投げてるね。このまま右の方に行ってみようか。舞台裏が丸見える。こっちに進んで行けないから戻ると、これ登れないんだ。親ポチはどこにいるんだ？お、逆にスタートがゴールになってる。あ、親ポチ来た。5分以内にゴールだったんだ。20丸。一度クリアしたコースでこぼし探しを遊べるようになりました。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。